ております。こちらはネギのコーナーです。ネギは全部で10点ほどですね、出ております。長い、こちらは少し短い下ネタですね。こんにゃくの産地で有名なところです。この銘柄です。こちらは通常のスタンダードのやつです。それでもそれぞれ違う名称がついておりまして、それぞれの時期に開発されたものだろうと思います。こちらは努力賞、赤い札がついております。こちらは銀賞、銀賞の作品です。銀賞綺麗ですね。白いところがずっと伸びまして、ちょうど色が変わる部分、そして葉っぱの部分です。葉っぱまで非常に綺麗な色をしております。そして最後に金賞、町田市議会議長賞です。県の伺っていただきます。白い部分からこの緑に変わっていく部分を見ていただきたいと思います。それぞれ地元の皆さんが丹精を込められて作られたこの農産物の数々が並んでおります。こちらは会場です。今までに見てきました品物がずっと並べております。今年は天候の具合、最初カンカン照りが続いて、その後強い雨がこの降り続いたということで、残念ながら出店数は少ないということでした。それでもこの優秀な品物がそれぞれ展示をされまして、この今日ご案内したところでございます。最後にこのネギのコーナーで終わりにしたいと思います。以上です。